6月30日に秋篠宮家側近の家事隆寺公子食大夫が定例の記者会見で明らかにした佳子さまの1人暮らし秋篠宮ご夫妻と悠仁さまが改修した秋篠宮邸で生活される一方で佳子さまは仮住まい出会ったご家具所での生活を続けられているというその理由について家事公子職大夫は工事費節減のため 工事着手前に秋篠宮ご夫妻と佳子さまでご相談されたと明かしていたしかし工事終了から9ヶ月経ってからの発表は国民から批判の声も上がった改修工事の終了後ご家具所は事務所と収蔵庫として活用されると説明されていたのですが宮内庁は昨年11月に支出機能を一部残すと方針転換 しかし今年1月に佳子さまの「一人暮らし」が報じられ物議を醸していました家事公私職大フはこのタイミングで発表した理由について私的な事柄でセキュリティに関わるため公表を控えていたが大きな変更であるため説明が必要と考えたと釈明するに止まりましたそんな中宮内庁の「内輪もめ」がさらなる波紋を広げている 西村康彦宮内庁長官が7月13日の会見で、佳子さまの居住状況の発表について、情報発信がタイムリーではなかった。問題になった時になるべく早く発表すべきだった。まとめるのに時間がかかったと聞いている、とコメント。しかし、まとめるのに時間がかかった理由については、承知していません、とのことだった。また 正しく説明されていなかったとの指摘には結果的に違ったことについては反省すべきと述べていた加治講師職大部の判断を公然と批判した形となった西村長官だがそれに対して加治講師職大夫は反論したのだった加治講師職大夫は14日の会見で長官の指摘に対してミスリードにならないよう節目では説明してきたと主張していました タイムリーな情報発信だったかどうかについても長官のお考えではないかとコメントしたのですいずれにせよ宮内庁内で情報共有や情報発信の連携が取れていなかったことが露呈してしまいました皇室の情報発信の在り方について秋篠宮さまは昨年11月の記者会見で正確な情報をタイムリーに出していくことが必要と述べられていました 今年4月には皇室の活動を広く伝えるための広報室もできたばかりですしかし宮内庁トップと秋篠宮様の側近が情報発信について揉めているようでは皇室の信頼にも関わってくるのではないでしょうかネット上では統制が取れていない宮内庁内の意思疎通に落胆する声が上がっている「法令省が組織としてどうなのよ」 今更長官がこのようにコメントするのはおかしいと思います。私には大部に責任を押し付けているようにしか聞こえません。結局、皇室のイメージを悪くしているのは宮内庁なのでは以下は、ネチズンのコメントをまとめたものです。タイムリーに情報発信するために、鳴り物入りで警察 OB を室長に迎えて広報室を作ったと聞きましたが。 彼らの給与分だけ見分けにつける予算は増額されたのでしょうかそれとも現状、三宅に支給されている額の中から捻出されているのでしょうかどちらにしても全く仕事しているように見えないし、死に金には違いなさそうです。自分は初めからそんなものだろうと思っていましたが、家族の中は悪いわけではなく、一人暮らしごっこを楽しまれていると聞きました。 着席して夕飯を食べるだけ片付けはせず離れに戻って一人の時間を満喫全日本人の憧れ優雅な一人暮らしごっこ羨ましいですねマリー・アントワネットがプチトリアノンで農民ごっこをするのが気に入りの遊びだったという話を思い出しました昔の年貢制度を連想します国民から税なるものを吸い上げ 国民庶民の生活は苦しくなりそれでもお国のために税を納めさせられるその決税で豊かな贅沢な生活をする政治もどこまで税を国民から絞り取ろうかそればかり自分らの足元をまず正し無駄を省き襟を正し国民と共に苦しさを共にするそんな姿勢が見えない イメージを悪くしてるのではなくそのイメージがそのものなのです現代版年貢みたいな日本になってしまった残念本当に一人暮らしをされたいなら都内でマンションを借りて自分の収入から税金と社会保険料を払いさらに家賃光熱費生活費を払ってその中でやりくりすることがごく普通のような気がしますが 国民は増税地獄や社会保険料の引き上げ地獄さらに値上げ地獄に耐えてスーパーの特売品や総菜などの見切り品を血眼になって探しているとことが多いのに国民の血税で一人暮らしはニューヨーク在住の長女夫妻の手つなぎデート以上に強い違和感ですが。 いずれは結婚されて民間人になるはずなので、民間人と同じレベルの生活を経験されてみてはと思いますが、黒田清子氏も、夫の黒田よし樹氏の高収入に甘んじることなく、スーパーのポイントカードや100均などで節約なさってるようです。